週の出雲ラボはニッケル水素充電池の充電モジュールについて調べてみました。充電池への充電方法についても簡単に解説しています。日頃何気なくやっている充電という作業にもいろんな技術が詰め込まれているみたいです。よかったら再度まで見ていってください。こんにちはったらこんにちは、いずもです。いきなりですけど、皆さん充電してますか？まあ大抵の人は毎日何かを充電してますよね。一番身近な充電機器は携帯かな。その他にもゲーム機とかノートパソコン、ハンディファンとか充電するものはいろいろあると思います。さて、充電ってどうやるんですかね。電池の中に電気を詰め込むのって具体的にはどうやってるんでしょう。実際のところ、すごくシンプルに言うと、電池に電圧をかければ充電されますが、流れ込む電流とか、電池電圧とか、いろいろ気を使う必要があります。あんまりごもたないことすると、電池が壊れますからね。今日はそんな話です。それでは、今週はニッケル水素充電池の充電 IC、CN3058 のお話をしながら、充電の仕組みについて考えていきます。身近な充電池としては、エネループ等が有名なニッケル水素充電池があります。真ん中のは携帯のリチウムイオン充電池。中身はリチウムイオンポリマーかも。その隣にあるのはドローン用のリチウムイオンポリマー充電池。今は家庭内にある身の回りの充電池はニッケル水素かリチウムイオン。大体この2種類ですかね。リチウムイオン電池はたびたびニュースになるように、扱いを間違えると結構よく燃えるので、充電にも気を使う必要があります。その割には結構あちこちで使われてるんですけどね。一方、普通にお店で手に入るエネループはお手軽だし比較的安心ということで、DIY で使うならニッケル水素の充電をやりたいなと思っていました。でもなかなか充電モジュールが見つからなかったんですよ。まあ充電器で充電すればいいじゃんって話もあるので、需要があんまりないのかもしれませんね。でも今回 Amazon でこれを見つけました。ちょっと珍しいニッケル水素の充電モジュール、サンセルのニッケル水素に対応、タッチランタンにもぴったり。電池3本で動くダイソーの商品ってたくさんある気がするので、これを応用すればいろんなものに充電機能を追加可能です。このモジュールには CN3085 という IC が乗っかっていて、充電時のいろんな気遣いをやってくれるはずです。CN3085 は3セルまでの充電に対応しています。それ以上のセル数はできないみたい。お値段は Amazon で959円。割とお高いです。ニッケル水素の充電モジュールは意外とレアです。リチウムイオンの充電モジュールは安いのがたくさん見つかるんですけどね。去年流行ったハンディファンとかでも大量に使われているからでしょう。モジュール上の回路をかけて作った回路図がこれです。こっちはデータシートから引っ張ってきたブロック図。この R1 と R2 の抵抗比で充電するセル数。R3 で充電電流を決めます。この資料の後ろにデータシートの抜粋を日本語にしたものを置いておきます。興味のある人は見てください。充電の手順をプロファイルと呼んだりします。このグラフで縦軸は電圧と電流、横軸は時間を表します。この実線の曲線は電池1本あたりの電圧を意味しています。こっちの点線は充電電流かな。基本的に電圧を見ながら充電電流を調整するというやり方みたい。このモジュールの場合、この最大電圧は 1.5V、最大電流は 1A に設定されているようです。さて、充電の手順ですが、まずもしも電池の電圧がやけに低かったら、一定レベルになるまでちょろちょろと充電します。この一定レベルというのは、この後に来る本番充電の
10分の1の電流。恐る恐る充電している感じですね。この予備充電が終わったら、低電流充電に入ります。この区間は 1A で充電。で、最大電圧の 90% に達したら、今度は最大電流の 0.6 倍まで落として、またゆっくり充電します。この維持充電は一定時間で終了するのですが、このモジュールで端子につけられているコンデンサの容量がわからないので、ちょっと時間はわかりません。さて、予定通りに動いてくれるでしょうか。今回、充電まではできなかったのですが、電子負荷を使って電池の放電までやりました。電子負荷では何ボルトまで何アンペア流すという設定ができます。今回は電池3本で 2.7 ボルトまで 250mAh 流すという設定にしました。ここに表示されているのが電圧なんですが、実はこっちのモニターの方が正確です。動画はタイムラプスで撮っていて180倍速、10秒あたり30分になっています。結構時間がかかって5時間ぐらいかけて放電。そろそろ設定した 2.7 ボルトに届きそうです。ここで電子負荷のメーターで電圧が 2.7 ボルトに達して放電が停止しました。電流を止めると 3.5 ボルトあたりまで電圧が戻ります。内部抵抗で下がっていた電圧が電流ゼロで戻るからですが、この電圧だと初期充電は行われなさそうですね。無負荷の状態で電池の電圧が1本あたり1ボルトを切るというのは結構過放電しちゃった状態ということなのかもしれません。というわけで今週はニッケル水素電池の充電についてちょっと勉強してみました。普段何気なくやっている充電にもいろんな工夫があるんですね。ちなみにリチウムイオンの充電はもっと厳しいみたいです。これもいつか試してみましょうね。来週ですが、このモジュールでエネループに充電を行ってみます。実はあのモジュール、実際に動かしてないので、ちゃんと動くかめっちゃ不安。来週は楽しみですね。ではここまでご視聴ありがとうございました。まだの方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。